はい、どうも皆さんこんにちは、ナブです。今回なんですけども、ライジントリガーセカンドで行われた加藤健二 VS 倉本和真選手の試合について話していこうと思います。まあこの2人の試合なんですけども、まあ、勝敗予想の動画は上げてなくて、倉本選手勝つかなぐらいの感覚でいたら、まあ結果的にね勝ったんですけどね、 TKO ですね。まあ結構ね、倉本選手めちゃめちゃ強かったですね。パワーがえぐい。なんといっても加藤健二選手をね持ち上げてバスターしたりとか、もう本当に殺人的なパウンド能力、これはすごいですね。しかもあの四つマウント取ったりとか、サイド取ってパウンド打つんじゃなくて、スクランブルでパウンド打つんじゃなくて、もうある程度離れた状態からもう飛び込んでバーンみたいな感じの、あれ怖いですね。見てて迫力マックスでしたよ。で加藤選手もね結構避けてはいたんですけど、もう後半もう一発当たったら終わりみたいな感じで、なんでもう一発当たっちゃったんで、もうそっからもう全部ダメですよね。もう全部食らっちゃって、でまあガブってからの膝とかもほぼ飛び膝でしたからね。なんか片足の地面残しといてバンって打つんじゃなくて、もう飛んで打ってましたからね、膝蹴りも。あれはね、ほんと加藤健二選手ちょっと心配ですね。折れてるんじゃないかなと思います。どこか目だったり頭蓋骨折れてなければいいですけどね。まあ、本当にすごい試合だった。で加藤健二選手って、まあ、金太郎選手グラウンド負けたり、アーセン選手の時もグラウンドの展開になってちょっと苦手意識があって、そこからシュートでやった時にグラウンドの展開で結構グダグダして負けてたりとかして、相当グラウンド能力ちょっと気にしてたと思うんですよ。で練習も相当してたと思うんですけど、そんな中でね、そんな選手をですよ、倉本選手もう一蹴りしちゃって相当強いですね。今後もね、まあ、バンタム級グランプリは負けちゃいましたけど、自分の強さに気づいたかなっていう感じですよね。山二葉選手の時も最後のパウンドで、あ、なんかいけそうだなっていうところで試合が終わっちゃったんで、多分あれが今後必勝法になってくると思います。ちょっと離れたところからの遠距離パウンド法ですね。まあ、今後のね倉本選手の活躍が楽しみになります。ということでお疲れ様です。